フィリピンの国章は1946年の独立時に制定されたものである。縦の中央にフィリピンの国旗同様、フィリピンのシンボルである八つの光線を放つ黄色い太陽をあしらっている。八つの光線は、フィリピン独立革命時に最初に植民地支配に対し、立ち上がり、植民地総督による戒厳令を出された八つの州を象徴する。三つの五防勢は、 フィリピンの三大地方である、ルソン島、ビサヤ諸島、ミンダナオ島を表す。縦の左下の青い部分には、アメリカ合衆国の足が、右下の赤い部分には、スペインの立ち上がる死子が描かれており、それぞれフィリピンの植民地の歴史を象徴する。これらのデザインは、アメリカ統治下のフィリピンコモンウェルス政府により1940年に、 制定され短い間使われた国章に類似している。1998年の共和国法8491号では、文章学的詳細は以下のように定められている。共和国法8491号が議会で承認されたことにより、国章の下の和紙と紙は取り除かれることとなった。しかし修正された国章はあまり使われておらず、憲法に規定された通り、 国章修正のための国民投票を経て法を批准する手続きは中断されている。フィリピンの国章国章の下方にある帯の文字は独立以来変化している。1946年から1972年の間は英語で Republic of the Philippines と書かれていた。1979年から1986年までの間はフィリピン語で イーソングバンサイイーソングジワと書かれていた。マルコス大人語は、現在のように、フィリピン語で、リップブリカ NGPE リピノスと書かれている。ありがとうございます。